2014全日本選手権スーパーフォーミュラ第5戦九州オートポリス。気温21度、路面温度26度のコンディションのもと行われた予選は、 Q1 開始早々大きなアクシデントが起きてしまいました。Q1 開始直後、各社がアウトラップを終え、2周目に入った最終コーナー。ナレイン・カーティケアン選手が最終コーナーで大クラッシュ。幸い、カーティケアン選手に大きな怪我はありませんでしたが、これにより予選は一時中断される波乱の幕開けとなりました。再開された Q1 では、フリー走行から絶好調のトムス勢、アンドレ・ロッテラ選手と中島和樹選手が1位2位で通過。その後ろにはホンダエンジンの山本直樹選手が続きます。続く Q2、 ここではランキングトップの JP でオリベイラ選手が9番手のタイムでまさかのノックアウト。インパル勢にとっては非常に厳しい予選となってしまいました。ポールポジションを決する予選 Q3、 まず最初にアタックに入ったロッテラ選手は1分26秒569という素晴らしいタイムでトップに立ちます。従来のコースレコードをおよそコンマ6秒縮める驚異のタイムに、ポールポジションは決定かと思われました。ところがこれを上回ったのが山本直樹選手でした。会心の走りを見せた山本選手はロッテラ選手より0.1秒早い1分26秒469でコースレコードを更新し、ポールポジションを獲得。そして2番手に入ったのは国本雄二選手。ロッテラー選手は3番手、ランキング2位の中島和樹選手は7番手で予選を終えました。シーズン前半、速さが足りず苦しんできたホンダ勢。そのホンダ勢にとってシーズン初のポールポジションを獲得した山本直樹選手。昨シーズンチャンピオンの完全復活なるか。明日の決勝レースから目が離せません。